最初はケペタさんのマクロ経済チーム、はい、バジリスクとスヌーペさんのカエル王子チームのハデスの対決ですね、はい、いきます。じゃあリーグ表まで行って3、2、1で丸を押すと。わかりました。リーグ表まで行きました。はい、行きました。3、はい、2、1、ドン。おい。あ、みんなアイコンつけてるな、今回は。つけますよ。一人だけつけてなかったけど、ね、ちょっと、これ、スヌーペさんの方見よ。あ、変な動きしてきた。変な動きしてきた。変な動きしてる。地雷巻いてる、地雷巻いてる。最初全然見らんなかったな。デスフィアだっけ、装備が。そうそう。ガズが近づけるな。え、なんだ。え、終わった。あれ終わった。もう3匹倒したの？これ速攻で、スヌーペさんチームの勝ちですね。次行きます。はい。3、2、1。はい。おい。これニートさんのアヌビアス。これまた早く。これはね、この大変は大きいですね。なんかアヌビアスちょっと、食らって、打ち負けてますね、走行の関係で。よろけてしまって、あ、連射装置が入るけど。入った、連射装置入ったが、一人倒して、地雷が、アヌビアス側はもういなくなっちゃった。帰れて強かったね。なんか、わからないうちに勝つぐらい強かったね。ちょっとこれ、走行負け的な感じがしますね。走行負けしてましたね、ちょっと。ケペタ3チームの勝ちです。はい。早いなぁ。3、2、1。はい。次、北関チームの8チーム。今回で終わっちゃいそう。相当、名勝負が。最初にミサイルを全部撃って、あとバルキリーを掘りますね。近づいてくるやつなんてね、無理ですね。なるほど。遠くで打ち合ってくれないと。これは、ゆでガエルの可能性がある。いやいや。あれもしかしてもう、一人なんかいなくない？倒してるかな？ミサイル連射で、一人倒した感が。うん。これは、じゃああるね。ちょっともう熱が異常に溜まって。結構転がるな、さすがに。90の走行なんでね。うん。この格闘が決まるとワンチャンあるんだけど。いや、うん、そうですね。あ、ちょっと。バルキリー壁が全然素通りされましたね。全然。ケピタさんチームの勝ちですね。はい。はい。次いきます。はい。3、2、1。はい。さつきさんの突っかけチーム。はい。カノン食らわずに、どんだけ。ああ、うまいこと3回しますね。扇形に3回しますね。1対1になりましたね。綺麗な1対、あ、1回食らって転がったけど。クソパパームが。バックジャンプグレードが。ああ、でもこれロケット当たりそうだな、ちょっとかわしきないですね。なんか、なぜかあのカノンをかわしきないですね。そうですね。ポツポツ食らってしまいますね。あ、なんか死んだ人がいる。うわぁ。転げたところをミサイルで。え、なんで？なんで死んだの？ケプチャンチームのバジリスクもサクサク死んで1対1になりましたね。本当ですね。うん。ナパームかな。うわ、勝ったで、俺。普通に、殲滅しましたね。本当だ。熱で殺しきったっぽいですよね、これはね。そうですね。はい。続きます。はい。3、2、1、はい。ユースト班のバジリスク、バジリスク対決。ただこれ、装備的には完全にケプタさんチームが上なんで。一矢報いてほしい。ロケット入れから当たると。ロケット入ってるよ、たまに。ちっちゃいロケットでしたっけ？ちっちゃいロケットです。ホンタロス。クリティカルヒットすればワンチャンあるけど。これ大ロケットだったら勝ってるかもしれない。ええ。ポコポコ当たってるから。なんか乱戦だって。男性になっててよくわかんないですね。え、でもなんかこれどうなの？あ、でもこれ相当いい勝負になってますよ。そうですね、こっからは2対2になりますよ。ロケットが切れて、これアサルトのダメージがどうなんだろう。いや、わかんない、アサルトだから。あ、ケプタンチームオプション切れましたね。おお、入ってる入ってる。あ、ミサイルが。おお、え、なにこれ、ちょっとある2対1になって、ユースターハンが優勢になってますね。ちょっと。え、ちょっと。これユースターハンが勝ちましたね。勝ちました。こう、強豪と見られたケプタンチームのバジリスクを下して、はい、ユースターハン勝ち。はい。バジリスク G とよくわかんない機体名が勝ちました。次いきます。はい。3、2、1。はい。はい。桜さん、
チーム、ね、ゲイザーですね。あれゲイザーか。弾が少ないというゲイザーが。あ、逃げてるね。これ逃げてますね、完全に。ですね。回りながらミサイルをソニックで消して、カス当たりしかしてませんね、今のところ。そうですね。全然修復の範囲に収まる。ある意味読みましたね、そう。お、なんかでも逃げ切りそうな雰囲気を醸し出してると。ミサイルはこれ、ね、うん、ソニックいっぱい止めるんですよね、ゲイザー。そうみたいですね。ミサイルこれ同時に、3機同時に撃ってるんで。ソニック間に合いますね。今、ちょっとミサイル入りましたけどね。あ、あ、ちょっと、星の巡りが悪くて、固まってるところに突っ込んじゃった。ちょっと運の悪い子が。ねえ、3人並んでるところに突っ込みましたね。まっすぐ突っ込みましたね。時間ギリギリで削りにくるはず。ほんと。なるほどね。いやー、あの事故がなければ、かすり傷であと修復。そうですね。でね、逃げ切れたはずなんですけど、こうなると、燃料持つのかな、ずっと出してる。残り40秒であと、ね、4割以上残ってるから、うん、持つっぽいですね、これ。で、バジリスクの方も、こんだけ離れてると撃たないから、別にね、うん、持つって死んじゃうとかそういうのもないし。いや、やっぱね、逃げ系はね、敵のとこにまっすぐ突っ込んでしまうっていう、事故は怖いですね。特に36チップだとね、そんなに細かくね。なかなかね、そうそう。経由できないんで、ね。わかってるんだけど、できねえよっていうのはね。ちょっとね、逃げ切ってほしかったですけど、ね。もう、最後の。あ、来た来た来た。最後の修復になったけども。残った2機は100パン近いとこまで来ましたけども、1人。え？何これ？これ勝ったんじゃない？ほんとだ。え、なんで？何をこんな食らったんですか？多分、同士打ちですね。あ、同士打ちか。バジリスク同士のカノンが多分当たりましたね。素晴らしい。はい、そんなわけで、桜さん勝ちましたね。はい。はい。次行きます。3、はい、2、1。はい。モリーさんの、ダッコフィンチーム。なるほど。これは食らいますね。避ける手段がありませんから。バジリスクはミサイル全部食らいますね。全部食らうけども。いや、お互いに食らう。だけど、一応。ええ一人引っかかってる。言ってましたね。もう、試合結果、そのつもりで話が進んでたのね。そう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 。ガードして、なんかダメ、全然食らわねえな。150の対決か、これ。150の対決ですね。あ、終わった。あっさり勝ちましたね。勝ちましたね。うん。素晴らしい。はい、続きます。一応、小尺にビーム打ってるし。はい。1。はい。はじめさん、突きかげ。はい。違う方の突きかげですね。これ、イフリートがありますね。イフリートチャンスを見逃さないようにした。あ、なんか、イフリートこれ適当にしましたね。適当じゃないけど、外しましたね。イフリート。結構前ジャンプするなぁ。しますね。に。イフリートって師団が多いやつでしたっけ？そうですね。なんだろう。あれ？これどこにいるの？もう一人。あ、こっちか。2対2と1対1になってるのかな。これちょっと、もうないか。あ、ミサイルまだあるわ。ミサイルが、誘導棒が切れてミサイルかわしきれないですね。ミサイル入った。あ、ミサイルが、電車が来て、避けようなくやられましたね。はい、キャプテンチームのバジリスクの勝ちですね。はい。はい、次いきます。3、2、1。はい。はい。あれこれ、キムさんチームじゃないですか。まさかのキムさんチーム。フラウドが下がって。ロケットやっぱ入りますね。チャイカが、ホーネット打って、バジスクが、バジスクじゃねえ、フライドが、で、どこで地雷を巻きに来る。バジスク側は、ソニックがないので、消してはいけないんだけど、シールドで、そこそこ、シールド冷却2枚ずつあるので、でもダメになってます、ね。あー、でもね、うん。ちょっとやっちゃったかな。フライトの燃料が持たないような気がする。
ああ、ミサイルはもうなくなりましたね。誘導棒がなくなったけど、ミサイルはなくなりましたね。そうですね。あれ、これは持つと思いますよ、ミサイル。あ、っていうかもう死ぬかも。バジリスクさん死んでしまいますね。あ、これ優勝候補、ジムスタジムさんチームが勝利を収めました。でもやっぱエネルギーちょっと持ってなかった。次いきます。はい。3、2、1。はい。おい。ビルジさんのプリースト。はい。どんな感じだろう、ちょっとプリースト見よう。下がって前進。下がって前進。これ一人をまとめて狙ってますね。そうですね。たまたまなのか。一応狙ってる方、あ、ね、でも狙ってるかな。あれ、でもターゲットばらけた。誘導妨害が結構燃料使うんですよね。だから、ああ、そうか。半分で、60秒で半分残ってなくても、前半で誘導妨害使ってる結構ね、持つんですよね、要は。一人倒してるわけではない。はいはい。まだ倒しきれてない。あ、ミサイルが。的ミサイルが来ましたね。あれ？本当ですね。的ミサイル一人落ちて、二人落ちて、ただもうこれでミサイルは弾切れ。弾切れと。あとは残りカスのカラカラでどれだけ事故るか。あと半分何もなければ、名前がね。うん。ケビンさんチーム勝ちますけども、大量にばらまかれてるんで。うん。ワンチャンありますね。果敢にビーム打ったりしてる。一応逃げてる。逃げてますね。うん。地雷をたまに食らってる。いや、この感じだと、これは大丈夫かな、ね、みんなに。外を回っちゃってるんで。うん、走行も熱いから、カラカラでそこまで大ダメージにならないですね。そうですね。さすがにミサイルの数が多かったんで、このまま逃げ切りそうですね、バジリスクが。逃げ切りというか、優勢のまま終わりそうですね。修復を使うけども、二人死んでいるので、さんチームの感じですね、はい、なるほど、はい、次いきます。3、はい、2、1、はい、おい、ハビちゃんですね。3チームのきっかけとハビスパ強そうだもん。ハビスパがなんか狙われましたね。あ、狙われてもいない。引き付け役って書いてあったからね。あの子狙われていいんじゃないですか。狙われてもないの。これハビスパが前行ったから映りましたね、ターゲットが。ないな、無視されてる。ミサイルはソニックで消して。うん。まあ、もうこの行角で撃たれたら。いや、これまあ、シメさんと同じくらいずると。ミサイルが。ああ、ミサイル。あれ？もうないの、ソニック。何これ？ソニックもないよ。え、終わったの？ 2 本あったのに。うん、あ、でも、バジスクはもう2人いないですね。1対1になりましたね。あれ、じゃあ、最後1対1になったと？熱が上がってしまった。何これ、ちょっとこれは手に汗握る。つけたらやばいよ。あー、危な。一回転んだけど、立て直した。立て直したね。グレネードはないですね。あー、いなしきった。いなしきました。勝てるもんなんだ。勝てるもんなんですね。はい。はい、なんか1対1になったけども、つっかけで倒しきった。アビスパ、早打ちに死にましたね。ね、ミサイルでやられちゃいましたね。2列目ですね。はい。3、2、1。おい。はい。スヌーペさんのハデスとニートさんの、あれ、あの子、アヌビアス。この動きで、あ、これ、あ、なんか一人何も死んでしまったやつがいる。地雷か地雷でしょうかね、最初にバーってばらまく。ねえ。なんかよくわからんうちにスヌープランチーム勝ちましたね。うん、次いきます、はい。3、2、1。はい。これハデス同士の頂上決戦が。本当だ。始まります。これどうなんでしょうか。ミサイルは誘導妨害をするので当たんないんだけど。お、バルキリーがこれ入るじゃないですか。あ、でも場所は、バルキリーズ派かな。あ、こっ
転んだ、うちの子転びましたね。うん。おっと、振り向くこと逃げ切れないですね。逃げ切れないですね。連射装置あるんだっけ。お手玉ってる。いやー、これ強いですね。連射装置なかった。はい、スヌーペさんチームの勝ちですね。はい。次いきます。3、2、1。はい。これはね、これは追い込みきれないと思うけどね。一方的になっちゃいましたね。ソニックがあるか、ちゃんと地雷も消しますよね、これ。そうですな。これ一人二人倒すのは、別に、あんまり意味ないというか。出てくるのが。やっぱり熱を無視してるんで。うーん。あ、二人が近いから、これワンチャンあるな。あ、ある。近い距離逃げてるんで、二人死にましたね。あ、これ何殺しきるの？あー、ちょっと壁が。あっとー。来たね、おい。残り体力、あと、1割ぐらいになりましたけども、スヌープさん派です。殺し切りましたね。おー、やるなー。見応えあるなー。もう次いきますね。はい、3、2、1。はい。おい。ユーストハンバジリスク。どうだ。ユーストハン、連勝してほしい。ユーストハンは、まずミサイルをソニックで消したっぽい、ね。地雷をね、うん。超食らうんじゃないかっていう。これ、あ、消してるでしょ、これ。消してない？消してる、消してる。消してた。今、一応撃ってましたね。ねえ。一人死ぬけど。あ、サルトが結構プリプリ入ってる。もっと撃て、もっと撃て。一人死ぬけど。あ、じゃああんまり近寄ると。あ、二人死んだ。一対一。もう、あ、青い。欲しいな。早かったな。これまた、倒しきりましたね。はい。何ちょっと、勝ちすぎ、勝ちすぎ。次いきます。3、はい、2、一。はい。まさくらさんのゲート。これは、無理でしょう。あ、無理ですね、多分。追いつけないでしょ、こんなの。あ、うん、びっくりした。ミサイルは無難にソニックで消して、地雷も当たんないし。真後ろからだったら当たるんだよ、これ。あ、大丈夫か。あ、近寄っていく。あ、一応避けてる、避けてる。たまに食らいながら。いや、あ、引っかかったかしら。これ強いな、レールガン。ただもうここからは体力がギュンギュン減るんで、どんだけ持つんだこれ。結構持ちますね。なんでこんな持つの。これが嫌いなんですよ僕。え、なんこれってこれ以上上がってないわけないんだけど、ね、体力がめちゃくちゃあるからってことでしょ。でも熱ダメージってどの機種でも一定だからってことじゃない。ほんとだって、これもう70秒くらい経ってるのにこんなに動けんの。え、これ相当じゃないですか。あ、弾なくなるんだ。あ、弾なくなったことで熱も。え、なにこれすごい。熱も引いていった。すごいな。何かの自爆で死にましたね。障害物を壊した自爆で死にましたね。まあ、あれ結局ね、最終的には同じことだけども。はい。そのわけで、桜さんチームは勝ちには勝ったけど、底力を見せましたね。ハデスの。次いきます。3、2、1。はい。これ、熱なくなったら、弾なくなったら熱が治るっていうタイミングで設計しちゃうのかな。それだったらすごいけど。すごいですね。お互いミサイルを撃ちまくって、まず一人倒す。早めにレールガンで死んだぞ。え、これ、誘導棒があるよね。さすがにあるよね。あると思われ。ないのに、かわしてたらおかしいな。150か、家庭な、さすがに。誘導棒が切れて、あ、でもミサイルもうないんだ、さっきので。あ、あるわ。そうそう、あ、あるやつ死んだ。あ、っていうかもう3人死んだ。おぉ、自爆が。これ結構ね、この体力っていうのは別にもうデザインされてる臭いまでありますね。そうですね。はい。続きます。3、2、1、はい。勝ちすぎ、勝ちすぎ。はじめさん、つっかいチーム。これは狙われてんのはどこだ。こっか。これだ。あ、つっかえてる。つっかえてる。つっかえてる。あ、壊した。地獄の服を上げてしまったような。あ、すげえ当たった。ロケットが入ったな、今。
クリーンヒットしたけど。クリーンヒットした。これ時間稼げば、ありますね。ありますね。逃げ切れますね。え、ロケットまだあるんじゃないの？しかも。あるある。あー、しかし瞬殺、あー、死んだ。行きましたね。倒しきりましたね。熱で、ビームで熱を上げた効果あって、ハリムさんチーム使いが勝ち。続きます。ギリギリした。3、はい、2、1。はい。1名3チーム。いや、これはね、無理でしょ。いやー、レールガン立たんのかな。上に突かれて。おミサイルかわしてる、ミサイルかわしてる。区別がつかないですね、これは。そういうことでしょ。そうですな。まあ、3時60分だから、その判断無理なんですよね。これはね、ジェムさん汚いからしょうがないですね。ずっとくるくる回ってるあの人。どういう作戦なんだろう、最後まで。あ、でも、エネルギーもなくなるな。そうですね。まあ、アリスにカラカラ当たっても何も効かないからな。これはひどい。ひどいですね。これはひどい。これ早く謝罪が必要ですね。謝罪が。しかもこれ超テカテカにしてるでしょ、こんちめチャンネルから。え、してるよ。こんな。あ、動かなくなった。エネルギーの判定動かなくなった。赤くなっちゃった。ああ、まあ、コアチメさんチームが順当に勝利ですね。いきます。3、2、1。はい、プリーストなんで、これはね、これはまた無理ですよね。同じよ。あ、ミサイルでも全部食らうのかな。いや、ユードボーガーがあるんで、はい、これ同じ展開になるんでしょうかですね。ちょっと攻撃ができないですね、ソラには。あれ、プリーストさんって、うん、あ、ビーム持ってないのか。そうですね、地雷しか持ってないですね。ゼロだったのか。バンバンに当たるけど、そんなに減るわけではないですね。寄るか。寄りましょう。デザインを見てください。赤いなぁ。やることが、いや、俺もうスヌーベさんの方に寄ってますから。あ、そう。こっちめチャンネルから2012までありますね。2012まであります。あ、いい色、いい色です。伏せた。何かを見て伏せましたね。わからなくなった。なんだろ、これ。でも、ハデスかっこいいな。そうでしょ？形も。うん。だからハデス使おうって言ったのね。ちょっと、ケレン味があってね。あ、動き出した。あ、なんか、しゃがみ入ってますね。気が近づいてきたら動き出しましたね。しかし、これ以降何も、お経がないんじゃないでしょうか。しかし、これがね、120秒持つっていう、この、この戦い。戦いだいぶありましたからね。うわぁ。これはこのまま、ビドヒロさんのプリストの勝ちになりますね。ねえ、燃料切れる3台ともバーン落ちたら面白いですね。落ちないか。はい。というわけで、ビルフさんチームの勝ち。続きます。3、2、1。はい。ドン。アフロさんの突っかけとアビスパ。これもね、アビスパ倒しきれないでしょう。ソニックがありますから、ミサイル全部消しましたね。あ、アビスパに引っかかってるな。アビスパね、ビーム強いんだよな。え、この、もやもやっとしてんの、あ、あれか。ナパームレインか。ナパームですね。うん、やっぱり飛行が混じると辛いですね。辛いですね。バッチバチにナパームレインとビームを食らって、早めに死んでしまいそうですね、俺は。死んでしまいそうです。
前半戦だいぶ勝ちまくりましたけども、後半戦はちょっと相手が悪かったですね。飛行ばっかりで。そうですね。はい。それで、アブラさんチームの勝ち。はい。はい。続きます。3、はい、2、1。はい。2、3チームのたくさん打つアビスパ。もうちょっとこれ北関チーム来た。完全に。アビスパじゃないよ。マジリスク。あ、そう。あれ。アヌビアス。あれ、これ北川さんチームじゃないですか。同じような色して、またこれ。いや、これ打ちすぎちゃう。自動的に考えたら。ああ、走行で日和るから、こういう。いやいや、走行とかレベルじゃないですよ、これ。あんな連射2個も積むから。というわけで、これ、2、3チームの勝ちですね。勝ちですね。はい。はい、いきます。3、2、1。はい。おい。さつきさんチームだけど、この、これ、どうなんすかね。これは避け切るのかな。スイッチ入ると偉いことになるからな。これ逃げ切れないと思うけどね、俺は。ほらー。あー、一旦こけると無理か。あ、でも復帰しましたね。一人死んで、二人死んで。あ、行くな、これ。時間はもうあんまないけども、3対1なんで、倒し切りますね、これは。倒しますね。かっこいい、はい、早くて。結構ギリギリだったけど。ギリギリだったけど。はい、2、3チーム、アヌビアス勝ちますね。次行きます。3、2、1。はい。どう？ユースターバジスク。どうでしょうか、うん、これ。ちょっと見せてほしいですね。ロケットが入れば、あるけど。これ誰が狙われてるか。とか。ちょっと地雷が、ふんだんに入ってるな。あ、早っ。で、この子が狙われて。あ、地雷が、ちょっと地雷消してないですね。100進みますね。あ、なんか。あは、2対1になったけど、残り時間は？あ、なんか、ちょっと若干長。うわ、なにこれ。エネルギーはどう考えても持たないんで。あれ？もしかして。このままいくとユーストハン、勝つまでありますよ。ユーストハン、めちゃくちゃ弾積んでるし。これエネルギー切れで逆転ありますね。あ、でもカノン打ち出すと。あ、ほんとある？ありますか？弾自体はあといくらか残ってるんで、うまく角度が合えば始まるんだけど。エネルギーが、あ、うん、これ、いや、でもどうかな。どっかではエネルギー切れになりますね。エネルギーになりますけど、バジリスクが引っかからなければ。お。あ、なんか普通に、一人死んで、1対1。ちょっとユーストハン、これ、まさかある。あ、でも弾なくなるぞ、これ。え、ほんと？あんな積んでたのに？あと50発。でもこれ、体力結構同じぐらいですよ。ほんとだ、止まるわ。残り30秒でエネルギー切れ。わ、あれ？弾はまだ十分ある。なんと。わぁ、勢いに乗ってる、じゃん。勢いに乗っている。ユーストハン勝ちましたね。勝ちましたね。これ、やばいでしょ。俺がやばい。次行きます。3、2、1、はい。はい。桜さん、ゲイザー。逃げ切れるんでしょうか？逃げ切れるのがあるかな。うまいこと、すり抜けるだけすり抜けて、連射装置を消費させれば、あ、食らっちゃうなぁ。食らったなぁ。あのビアさん結構早いですからね、あいつはね。そう。あ、でも、完璧に捉えきれてはいないですね。切れてはないです。味方のカノンを食らって加速。あ、これは逃げ切れる感じが。消えそうな感じですね。ねえ。あ、一人、あ、一人引っかかった。あれ？これどうなるんだ？桜さんチームの方も相手にダメージを与える量が限られてるんで。まあ大丈夫でしょ。本当はもうないわ。23チームのアヌビアスは、これだけ。地雷を全部吹くぐらいのことがないと。あ、消えたな。ですね。もう弾もなくなったので。うん。これは追いかけっこあと1分見ることになりますと。うん。まあ、ゲイダーの方も攻撃しないもんね、きっと。そうそう、エネルギー切れても。デザインでも見るか。よいしょ。しましたよ。アヌビアスってこれ手の形にする必要あるんですかね、この攻撃するところ。ガードできるんですか、ガードできるのか。でもパンチもありますよ。あ、パンチもある。はい。
あ、なんか結構綺麗ですね、エンブレムがね。なんかすごく映える。どれ？あ、ほんとだ。いいですね。で？で？で？残り時間10秒からの？はい。あ、いたんだ。まあ、決着は実質ついてるんですけどね。はい。でしたね。はい。で、桜さんチームの勝ち。作戦通りと。はい。3、2、1。はい。おい。森さんチーム、ダークコフィン。ダークコフィン、ミサイル買わせないもんね。そうですね、でも打ち切る前にやられちゃいそうな気がするな。あ、なんか、近づくの早っ。早いからね。宇宙開発式のミサイルが当たらない距離まで近づける。150対決だけど、2連の連射装置とカノンの前には、おお、でも倒すか？倒すか、これ。おい！おっと、これは。おぉ、なにこれ。これ相当。大味な対決だな、これ。相当なギリギリな勝負。本当だよ、でも。富士山チームの勝ちですね。最後、カノン当たればね、はい、ドローでしたね。最後、自分でカノンって自爆したでしょ。熱で。ああ、そうだったかな。続きますね。3、はい、2、1、はい。はい。はい、はじめさんチーム、突っかけ。これはかわしきれないと思いますね。はい、相当分かって対策しないと。あ、前ジャンプが結構綺麗に入りますね。うん、あ、でも、地雷食らっちゃう。地雷食ってるわ。あー、ソニックがないのか。地雷食らっちまいますね。うわ、早っ。早っ。速攻で決めてきました。2、3チームの勝ちですね。次いきます。3、はい、2、1、はい。はい。山内さんチーム。汚いですね、完全に。汚ぐらいは。これでもカノン当たるで。アナビアスやることないっていうことですね。わあ、これどんだけ汚いんですか。これ撒いてる地雷が、物悲しいにも程がありますね。ほら、カノン撃ってる。普通に戦ってくるもん。本当？あ、本当だ、なんか若干当たってる。やられる、やられる。たまに当たりますね。当たる当たる。うわ、死ぬ死ぬ、こいつ。せめて地雷全部撃て。地雷はどんだけ。結構これね、時間持つのがすごいなぁ。こんだけ重装備してて。そうですね。死ぬなら地雷を全部、切ってから死んでいく。これ、残り一人になってしまいましたね。ほんと。サクサク。二人死んで、三対一に。あとの、ホール装備も、チベさんチームの装備も、だいたい、使い尽くしましたね。そうですね。あと、チャイカさんがちょっと打つぐらいかな。と、こっからは、一人だと、紛れがないんで。うん。なんかね、フライドのね、旋回速度が遅くてね、チップの置き方悪かったのかな。これチップの置き方ですよ。もうエネルギーが、いや結構増えてるな。あ、連射だと全然使ってないからか。そうですね。それにしたって150対決でこんだけ持つんだ。あ、全身だけだからか。急速移動してないっぽいですね、これね。うん。しかしまあ、死なないというだけで、チームさんチームの判定勝ちですね。はい。次いきます。はい。3、2、1、はい。はい。これはまあ、倒しきれない。え、ある？これある？ありますかね？解説のチームさん。あるんじゃないですか。ああ、でも、地雷を撒いてる間にね。やっていいか。最初の地雷撒いてる間に近寄られましたね。うん。ただこれ地雷撒き終わった後、外側ぐるぐる回る展開になると思うんで、そこでまだ攻撃が入るチャンスが。うんうん。カノン結構当たるんじゃないかなと思うんですけど。ねえ。からは食らってるんで、一人死にますね。ああ、でもちょっときつい。食らうな、地雷バンバンに食らうな。なんか、このアヌビアスの地雷の巻き方がいいですね。うんこ状に5個ずつぐらい、むにゅ、むにゅ、むにゅって打たれますね。あ、
玉切れしてぐるぐるパターンに入ったけど残り1人か。残り1人か。当たるかな。あ、当たった。ぐるぐるパターンに入った方がカノンがね。そうです ね、 ね、上に張り付かれてると当たんないけど普通に離れていくから。ただもう弾がないですね。そうか、ひっくり返すのは無理か。ちょっと地雷ゾーンに入ったけど、あー来た来た、事故りましたね。はい、ビルヒナさんチーム勝ちですね、はい、次いきます。3、2、1。はい、アブさんチーム突っかけとアビスパ。またね、飛行がいるからね、仮に突っかけを倒せても、速攻で死にましたね。5秒で死にましたね。そうか、同士打ちもしつつ。ただこれは倒せ、もうね、上にガンガンに来るからね、アンドビアスだとね、攻撃当たんないですね。そうですな。アルビアスでもね、ピューって離れるのが早いから、うん、結構行角 つけてから打ててますね。まだ3対2だと1人フリーになるんで当たるかもしれないんだけど、そこそこ減ってますからね。うん、これあるんじゃないですか。あ、何死んだ。あるある、うん、これあるね、全然ありますね、うん、あでも1、3になると気持ち悪いね、ちょっと離れないかな。ですね。まあ36チップだとそこまで細やかなのはできないからな。いや惜しいんだけど。あでも行角たまにすごくいい突き方するときあるから、これ落としそうな感じもあるな。いや このまま行くとだって体力的にはね。でもエネルギー切れるから。あそうか、多分殺すと思うんですよね。あでも時間そんなないな。ないない。あこれエネルギーにしてもワンちゃんが、あ、ワンちゃん、あ、これまだありますね。エネルギー切れになるけども、なるやつがいるけど、それを狙って撃ってる突破のやつに外からやられちゃうよみたいなとこある。こいつが死んでもまだ2、3チームの方が体力が効きますからね。そう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 。こいつがやられてもまだありますからね。ありますね。うん。なんと。ほらー。あ、あ、マジか。あ、ギリで。え？ギリですね。ギリじゃねえ。ギリというか平均耐久度 27.1 で同じなんですけどね。ほんとですね。もっと細かいところで勝ったのかな？もしくは、勝ったのかな？ホームが勝ちとかなんかそういうのあるのかな？まあ、ともかく、ギリでアフラさんチーム勝ちましたね。なんだこれ。はい、続きます。3、2、1。はい、北関チームの勇姿が相当見られますよ。北関ラインこれミサイルを撃って、バルキリーを撃って。ただね、これバルキリーゾーン、バルキリー全然ね、行かせてないですよね。もう北関カップ、なかなか難しいんですよこれ。相手次第でしょ。だってもうグレネードは汚いですね。もやもやっとしてしまう。ジャンプ中にね、なんか旋回してなくてずっと違う方向向いてるわけになりますね。ジャンプ中はね、無理ですね。隙が、弾、弾幕の隙がないと向きを変えられません。若干向き変わった。綺麗に3回したな、これ。3回しましたね。ほら、こんなジャンプさせられるでしょう。うん。でもこれなんか、下手したらワンチャン引き分けまである。あ、回復するからってこと？うん。ビームが1ダメージしか入んないからね。まあ、燃料がね、ちょっと足りないから止まるよ。ちょっと言ってよ。こんなジャンプしてたら。こう相当ね、頑張ってギリギリにしたんですけどね。うん。それでも持たない感がすごい。弾打ちすぎですね、これね。避けさせられすぎですね。避けさせられすぎですね。誘導妨害も使わされてないのに、こんなエネルギーなくなっちゃうの？困るわ。ペレット弾がもっとなくなり、あ、弾なくなるわ。弾なくなったらね、これ、避けられない子なんですよ。え、そうなんですか？うん。
そういう仕様なんですね。なんでジャンプ射撃だから違う。なんかそういう並びになっちゃったんで、あ、これせめて修復が稼働するまでね、エネルギー持ってほしかったですね。修復が始まる前にエネルギーが終わってしまったんで、エルライ遠いとこから出てますね。しないというね。これね、まあしょうがないな。これギリギリの調整がギリギリになってなかったってことでね。これさつきさんチームの感じですね。はい。続きます。3、2、1、はい。おい。これある意味の天王山ですね。これ天王山ですね、これ。あ、ソニックで消された。ソニックで消されてますね。ユースト班の成長が。バルキリーが初めて。生きる。バルキリー。あ、バルキリーが入っている。バルキリー地獄始まったでしょう。あ、北関道場館長。ロケット食らいますね。ロケット食らってるよ。ロケット食らいますね。3人ドロドロ来るなぁ。こんな展開になるんだ。3人追いかけてくるところを後ろ歩いて逃げるっていうね。壁にかかってる。クライマックスきますよ。おお、なんだこの3人並んでダッシュ4クロームの始まった。ロケッツが始まったよ。始まった。字幕だけが気になる。あ、バルキリーゾーンが。ちょっと。おっと、これ。これね、押し切りましたね。エースターンチーム勝ちですね。なんか横綱頭脳、頭脳みたいな感じでしたね。ほんと。寄り切りみたいな感じでした。次いきますよ。はい。3、2、1、はい。はい。坂さんチームの、はい。ゲイザー。さあ、逃げ切れるか。最後は、ソニックで消して、お、バルキリーゾーンにいきなり近づいてくるから、あ、避けていった。嫌いは、嫌いにはソニックを反応させないとすると、バルキリーがワンチャンあるんですけどね。ワンチャンありますね。仕方ないですね。この手の動きだと、端っこにガツガツしてるところに。あ、あ、近づいてくる、近づいてくる。あ、しかもなんかバルキリーのところでぐるぐる回ってる。当たってないです。でも当たってないですね、バルキリー。当たってない。当たってないか。ゾーンには入ってるけど当たってないですね。しかも。てかやっぱ150走行してたら、このペレット弾あんまり効かないっすね。ビームなんですね、ただ。メインで撃ってるのは。あ、そうかそうかそうか、うん。ちょっとこれ、修復以上には。修復以上のダメージを与えるのが難しい感が。なんでレールガン撃たないの、これ。だって、熱が、熱が、あ、熱がある、ある一定時行くと、そうですね。ビームなんだ。これもう、なんかなくなるんだけど、ビーム。これでもレールガン撃ってたら結構食らわせられてますよ。正面からついたら。なかなか難しいことを。さあ、ビームはなくなると。弾切れして。いや、結構当たんないですね、これね。ねえ。さあ、弾がなくなり。うまいこと弾なくなるな、これ。ドローまで行く。あ、でも削られるのかな、最後のね、ガっていうのがね。来た。来た、削り来た。おっと、ロケットが。これ。うわぁ、なりましたね。最後、ロケットがね、あるかなと思ったけど、全然なかったですね。桜さんチームの勝ちですね。はい。次いきます。3、2、1、はい。おい。森さんチームのダークホース、これやばいですね。2本、修復積んでる、修復じゃね、誘導棒が積んでるけど、ミサイルの数が多すぎる。あ、でもなんか、遠くから撃ちすぎてて、来ないの？あ、まあでも誘導棒が結局使ってるから同じだな。そうですね。さあ、これは温存しすぎでしょ。わ、すっげえ残ってる。すっげえ残ってますよ、これ。でも体力的に持つでしょ。ある？
村正はね、食らってもほとんど大丈夫だから。遠いな、おい。あ、あ、台風だったか。あ、うわ、これ、たぶん、全然残ってるじゃないですか。あと、まるまる、二人分残ってますよ、ミサイル。まあまあ。ホイフトボールがなくなったからのからのちょっと。あれ、もう修復起動してる。偶然、かわしが。運かわしが入ってます。遠いところから来てるんで、運かわしが来てます、ね。ほんとだ。偶然かわし入れてる。おー、ほとんど、タイムが当たって。あ、なんかバルキリーが当たった。バルキリーが当たった。あ、ほんとだ、バルキリーが入ってる。バルキリー一人倒しましたね。ほんとだ。しかも自爆して、誘爆した、今。味方を。そしてエネルギーが切れる。え、これワンチャンまである？この今の体力だったらどうなんですか？ハデス勝つの？勝つのかな？二人残れば66なんで。思いっきり普通に自分を応援しますね。思いっきりキョロキョロしてるけど。北館チームの作戦勝ちということでね。ハメ技。なんかうまく遠くからね、ミサイルを撃ってくる展開になりましたね。はい、次いきます。はい。3、2、1、はい。おい。はじめさんチーム。イフイート2本の、突っかけは、ビームとナパームレインでの、どうなるでしょうか。近づいては来て、ないのかな。近づいて、来てるな。近づいてきてますね、これ。そうですね。この戦いは、北関さんの武装的、あ、バルキリー入ってる。打ってるけど、そこまで当たってないですね、あれ。ビャンビャンビャン。そこまで当たってないですね。ねえ。ジャンプされると。打ってんだけどね。壁に引っかかって。隅っこに行くのはヨデヨリなんですよ。ほうほう。隅っこに来て、バルキリーのバリアでダメージ与えようっていう。なるほど。あんまり追い詰められても、ギュルギュルアタックでワンチャンあるっていう。なるほど。ただ、この距離で撃たれると。穴熊戦法ですな。食らうだけ食らうな。これ、ビームすげえなくなる。こんななくなるはずだっけか。まあ、ただ、ビームが先になくなる分には、うん、次の、レールガンに切り替わるだけなの。ロケットあと4発あるよ。あと30秒か。エネルギーは持つっぽいけど、弾がなくなりますね。こんだけしかも熱が上がるから、ペレット打ってるな、一応。あと15秒。なんか微妙な展開になってきたな、これ。なんか一発レールが当たった。弾切れ。これどうなんの、この体力。もう体力回復して勝ったよ。北関チームね、逃げ切りました。次いきます。はい、3、2、1。はい、おい、これまた汚いチーム来ましたね。あ、僕も対空手段がね、ないからね。ないんですか。いや、だって当たんないでしょう。あ、フライト、そういえば2発以上来たら一応 ECM を起動しますから。ロケット打ち上がった。ちょっとこう当たるはずないでしょう。近すぎるもんだって。なんか格闘やってたね、今。近いから近いからですね。こんな広いのはね。地雷は2秒に1個です。え、こんなしてるんですか？してるしてる。定期地雷一応。わぁ、ひどい。わぁ、されちゃう。圧勝しましたね。チームさんチームの勝ちですね。はい。次いきます。3、2、1。はい。はい。ミルシャさんチームのプリースト。
これは全部、あ、なんかどうですか、一発当たりましたね。なんか、当たりましたね。当たんないの？当たんないんだ、こんなの。はい、あ、ロケッツが、まあ、無理です、ね。ロケッツはなんか引っかかったな。これはね、この地雷の数は、さばききれませんね。まあ、飛行無理なんで、うん。飛行っていう時点で無理なんで。カラカラがね、結構一回飛び跳ねるんだけど、その間に敵が遠く行った時は爆発しなかったりとかね。結構こすっからいですね、これだけ。そうですね。カラカラいいわ。カラカラ大好き。いやいや、ダメでしょ、カラカラなんて。そうか。最後のね、飛行三連ちゃんがね、相性出ますね。出ますね。ビルスランチーム勝ち。はい。次いきます。3、2、1。はい。おアフさんチーム、突っかけとアビスパ。これは、とりあえず突っかけとは戦うけども、これひどいなぁ。近くからアビスパが来て、遠くの突っかけには攻撃が当たらないというね。アパームもふんだんに食らいそうな距離。一応ね、上の子にはね、釣られていないんだけど、だから何なんとってとこですね。ほらぁ。あぁ。このかわいそうなジャンプ撮り見たでしょ？カッカですよ、もうこれ。種類が変わりましたね。ポケモンで言ったらピカチュウがライチュウに進化したぐらいの変貌ですね。そんなのあるんですか？あ、もう何もすることないですね。まあ、しょうがないですね。今日は Nintendo 3DS の LL は買ったんですか？いや、全然買ってませんよ。あ、買ってないんですか？うん。ポケモンスペシャル出ますけどね。うん、そう、出るんです。はい、アフロさんチームの勝ちです。はい。はい、次いきます。3、はい、2、1。はい。はい。サツキさんチームの突っかけとユーストハンのバジリスク。はい。ユーストハンのバジリスク。いや、これ。結構凝ってんですよね。快進撃もここまでと思いますけどね。こういうごっついのを捌けることに関しては、随分な。力があると思いますからね。あ、事故った。小学生事故りましたね。一人死んだ？ユスさん一人死にましたね。死にましたね。何でそんなすぐ殺せるんだろう。熱かな？熱以外ないですけどね。あ、ずっと熱上がりっぱになったんだ。あ、この子も熱が溜まっちゃいましたね。冷却使いながらバンバン打ってるから。いや、一応打たないのかな？安定しますね。安定しますね。重量級に対しては強いですね。うん、すごい。ナパームレインのまとめ当てがガッと決まって。ガッと。夏木さんチームが勝ちました。はい、続きます。3、2、1。はい。はい。桜さんチームゲイザー。これはちょっと読めないですね。どうなるのか。どうなるの？逃げ切ることが。見てた感じだと、なんか結構事故多そうですけどね。まあ3人いますからね。なかなかね。ああ、でも結構、まっすぐ突っ込まずに切り返しますね。そうです。これうまいですね。36、10歩で。綺麗に。さつきさんチームの方も、あんまり乱れないで定位置に。ああ、ナパームに引っかかって結構耐えるから。あ、行きました？あ、ほんとだ。当たってる。15% から 20% ぐらい持っていかれますね。あ、ちょっと。これはやばいですね。陣形が。うん、綺麗な陣形だったんだけど、動いちゃって、必然的に近寄る感じになっちゃってますね。うん。ただ、今んとこ、修復範囲内にはいるんで。そうですね。ナパーム食らわなければ大丈夫でしょ、これ多分。うん、ナパーム食らうと、排熱性能が悪いから、結構ギューって減る。さつきさんチームの方もね、修復2枚、1枚か。そうそう。修復があるんで、引き分けまでかなと思うけども、最後の殴り合いで結構、ただ最後の殴り合いってあれ
10秒じゃなくて20秒は難しいかな。10秒だと自分の修復が始まってるのにダメージを食らってしまうっていうことがあると思うんで。そうそうそう。その前が、あ、ナパーム食らった方がいいますね。ナパームがね、入ると。あ、でも大丈夫。ただナパーム自体もね、そんな連続で食らわないから、熱ダメージまではいかないですね。これまだ全然修復2本で直せるんで。うん。あと15秒。でも、4つ打ってた時な、あ、でも時間ないよ。はい、10秒で。はい、修復を始めての、あら、転がってる、転がってる、ここに。これはね、ナパーも食らってるから、熱ダメージがちょっと。直しきりませんでした。1人直しきりませんでしたね。転がってしまった分。はい、で、さつきさんチームの判定勝ち。はい。続きます。3、はい、2、1、はい。おい。森さんチームダークコフィン。これ、持たないでしょ、ソニック8発だと。そうですね、結構ゆっくり打ってましたからね。どんだけ、知らせるかっていう。あ、でもソニック使わねえ、なんでなんでソニック使わないの？え、ECM があるから、ね。あ、ほんとだ、言うのがあったんだ。なんか当たんねえなと思ったら。そっかそっか。まず、ユードボーが削って、切れましたね、これで。からソニック。からあ、ただもう、残りは台風になりましたね。まとめ撃ちするけど、まだソニックあるんで、消しますね。あ、あ、耐え切ったミサイル。一人ちょっと当たってたか？三番機。あ、一人残った。あ、一人倒した。最後三発残った、まとめ撃ちで、倒したけど、森さんダークオフィンの方も二人死んでますね。これは辛いですね、さすがに。150耐えててもビームの前では、ビームナパームの前では、うん、ただの排熱の悪い、分厚い、枷なので、倒しきった、さっきのチーム使うのかし、はい、続きます。3、はい、2、1、はい。おい、強いなぁ。はじめさんチーム突っかけ対決ですね。あら、ほんとだ。これはどっかで大技を決めないと、はじめさんチームは辛い感じですね。修復の差がありますからね。ここが熱いな。接近戦が、あ、あ。グレネードがクリーンヒット。この子が。ここか。おお、今なんか入ったよ。ちょっとカメラが追い切れませんでしたね。ロケットが一発入ったかな。マジっすか、ほんとだ。宝石はゴロゴロしてたもん。ちょっとさつきさんチームの3番の方が回り込んでますね、完全に。そうですね。あ、でもはじめさんチームの1番の子も2対1になってますね。あ、でも寄ってくわ、逃げてくわ。うまいこと離れて、なんか狙われてるけど、そこまで減らないの、食らわないな。そうですね。これか、でもこれが狙われてるのか。そうでもない、よくわかんないな。ただもう一発決めないと、体力負けしてしまいますね。これ、さつきさんチームは赤ビームなんですな。あ、ほんと？うん。全然見えてなかった。お時間切れになって修復始まる。うん。エネルギー切れてるぞ。あれ？でもこれどうなの？あ。はい。結構僅差でしたけども。僅差でしたね。さつきさんチームの。2番の子がね、修復も使ったんですね。そうそう。はい。勝ちですね。続きます。3、はい、2、1、はい。はい。ほじめさんチームがどうでしょう？この、どういう戦いぶりになるんでしょうか？ビームね、いっぱい食らうからね。ジャイカさんが近寄っていく過程でやられますね、何回か。あ、ちょっとね、離れられすぎるとね、ミサイルがね、届かないんでね。さ
ソニックを使わせられないですね。ウードモーカーある程度使ってますけどね。あ、でもソニックまでそれ使わないと意味がないのか。そうそう。あ、ユドボが使ったのか、最初、うん。ですね。ちょっとこんだけ散られるとね、地雷もね、当たりにくいしな。当たってるか。普通にビームが、おいおいおい、飛んだ。超飛んだ。うわ、すげえ飛んでる。これですよ、カラカラの楽しさ。え、ほんと。そんな割には死なないのかよ。月影も上そんなに狙えなくはないと思いますけどね。月影だって走行してないでしょ。でもあ、修復は使わせてるかな。あんまりねビーム打たれるとね急速前進しちゃうから、フライド君はエネルギーがなくなっちゃうかもしれない。もう地雷全部打ち終わったから。ああ、びっくりした。あとフライドは下にあんまり打てないんでね。なんかどういう分打ってるっぽいですかね。50メートルか60メートル離れないと。いやでも50メートルとか相当近いでしょ。いやそこは打てない。おっと、チャイが結構食らう。修復はねもう使い切ってますからね。うん。藤見さんチームが修復を始めて、おちゃめさんチーム勝ち切りますね。おー、勝った勝った、はい、次いきます。はい、3、2、1。はい、おい、ビルドさんのプリスト。あ、もう釣った。これは、これは無理臭いですけどね。地雷でソニックをぶち破って、ね、地雷の巻き方によるけど、しかも弾当たるでしょう、あのプリストに。そうですね。あ、カラカラが、うわ、カラカラが入ってる入ってる。ねえ、あれ。でもこのチームに勝てないんだな、うん、きついですよね。逆に地上機狙いの作戦でしょこれ、完全に。いやでもソニックが、あ、でもね結構ねソニック持ってても打つ前に破裂しちゃいますね。そうそうそう、それカラカラのいいところなんですよ。見えてもすぐ消されないですね。あれも打ったのか、うん、大体からから打ち切って、この体力なんで、これは辛いですね。そうですね。で修復2本でしょ、うん、で、走行も厚いんでしょ、これ。そこそこダメージ与えてるけどもなぁ。あれ？何これ？これもう、当たんないじゃんね。うん。案外当たんないですね。というか、当たるけど単発なんでそこまで大損害にならないですね。事故の可能性としては、まあ残ってる地雷がに当たるぐらい。地雷まだあんのかな、もうないのかな。やっぱ修復2本で回復しますよね。すると思う。ここ逃げ切りますね。あ、こんな食らわないの。急速前進ですね。食らわないですね。いや、こんな食らわないと思わなかったなぁ。基本もうちょっと食らうと思ってた。衝撃してると思うんだけど。走行どれぐらいだこれ。ウィルフィルさんちブリスト勝ちましたね。100ミリ走行。なるほど。続きます。はい。3、2、1。はい。おい。アビタン。下で突っかけ対決やりつつ、アビスパが上から。いや、これ強いですね。うん。敵の上に行って撃つだけで。圧倒的じゃないですか、この、この出荷、黄金パターン。うん。下でもナパーム食らい合ったりしますから。ここはね、下の引き付け役の突きかけでも見るか。よいし
僕もしかして小学校で見てることないな。僕も一瞬そう思いましたけど、さすがに痛いでしょ。ねえ、36チップで、それはない。隠れてる。安定だな、これ。安定ですか。もう、修復以上食らってるもんね。そうそう、3チームは修復以上食らってますからね。あ、味方のナッパまで食らったのか、あれ。ぽい。ですね。いやー、ミスパ圧倒的な強さだな、これ。加減に対してもこんなに強いの？アビスパーがね、強い。俺が無理だと思って作らなかったアビスパーがね、通り倒しきりましたね。やっぱりね、アビスパーに対するアンチとしてロータスで出ればよかったというね、思いひしひしと強くしますね、これ。では、ふださんチームが危なげなく勝ちですね。はい。続きます。3、はい、2、1。はい。はい、ユーストハンバーディスクと、桜さんのゲイザー。結構勝っているユーストハン。ユーストハンちょっと追い切れない。でもまあ、なんか適当な、適当なというか、こういう動きまくるんで、事故は。適当な。ありますかね。なんかあんまりね、綺麗に動くと、これ、そうですね。最後10秒のロケットが入るかどうか、みたいなのがあります。端っこになんか障害物あるけど、あれ大丈夫かな？あ、かわすね、かわすね。かわしますね。かわしていきますね、障害物。一人でも迷ってますけどね。あ、ちょっと巻き込まれたけど。ユーストハンなんか、シールドを開幕に全部使ってるんですかね。あ、ほんと？ないですね、そう言われてると。これは、チメさんホイリーコーンを警戒して、開幕ロケットですよ。さあ、これは静かな戦いですな。睨み合っている。あと50秒ぐらい、トイレ行っててもいいぐらいの感じですね。いいぐらいの。こうなってくるとね、最後、攻めに、行かなきゃね、もう安定するんですけどね。うん。最後攻めに行く時間があることでワンチャンが生まれますね。そう、ロケット入る可能性はあるからね。すごい。そう。同士打ちがありますからね。ああ、同士打ちもありますか。同士打ちで減らしてるんですよね、ユーストハンは。おーっと若干当たりましたね。若干当たりました。まあ、あ、結構減るな。あ、あ、落ちに行った。あった。え、どうなったこれ。ロケットは最初入る。当たった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 。あ、デモに逃げましたね。最後ガッガッガッって当たったんだけど。ガッガッって当たったけど。うん。それ以上に何かユーストハンダメージが出なかったんで、桜田チームの勝ち。はい。盛り上がりました、これ。3、2、1。はい。はい。森さんチーム、ダコフィン。これユーストハンのソニック使いを見ましょう。そうですな。消してるけど、基本これ固まって動くんで、自分に消せないミサイルまで。ソニックもなくなる。もう殴られましたね。もう殴られました。あ、でも、極端に近づけば当たらない距離まで。ああ、でも、食らってしまいますね、この距離は。うん。ああ。カーマークシールドが。これは。これはもう無理ですね。ミサイルがかわせないので。ていうか、ユーストン、グラスホッパーとか言ったのに完全に嘘つきましたね。確かにシールドが残ってれば分からなかったですね、最後。で、森さんチームでダーコフィンがミサイルでガツガツと勝ちましょう。はい。続きます。3、2、1。はい。おい。アジパさんチームきっかけ。これはなかなか展開が予想できませんね。そうですな。ちょっと、ああ、そうだな。この距離をどうさばけるか。
おお、ロケットが空を切る。あ、当たった。当たった。おお、ロケットが当たりましたね。当たりましたね。当たりましたね。死ぬところまでいかないけど。これが悲しいかな。小ロケット。あ、でも3対1の状況増えているから。結構鬱陶しいですね、これ。鬱陶しいですね。弾幕というにふさわしい。あと、同士打ちだけ気をつけてくれれば。追い詰めていきますね。3人なので。追い詰めて。あっと、あ、引っかかったでしょ。わー、ロケット。あ、どうした今ロケット。おぉ、これは押して。残り時間からしてこれ。これ、鉄鋼弾どれだっけ納豆。一番安いやつですかね、これ。ノベリウム。あ、違う、一番強いやつだ。ダメージが高いやつですね。ダメージが高いやつ。これは、重量が重くなっているとかいうやつですね。ああ、同時打ちする可能性だと。このまま行くでしょう。最後ちょっとロケット見られるけども、倒しきりますね。倒しきったね、おい。ユーストハンカーちます。はい。いきます。3、2、1、はい。はい。いや、これちょっと攻撃手段がね、ないと言わざるを得ないですね。そうですなぁ。2倍速にしてみていいですかね。チャイカさんなんであんな方向向いてるんだろう。おかしいな。どこ行ったの？なんかすげえいっぱい食らってるんだけど。何を食らったんですか？ロケットかなぁ。ロケット避けつけてないもん、プライド。ソニックは別に使ってるけど、ミサイルに使ってるのかな、もしかしたら。ロケット切れるかな、ね、これ。開幕シールドがありますからね。開幕シールドの罠が。さあ、地雷がなくなりの。なんか、なんでこんな食らってるんですか、この3番の子。え、フライド？うん。ロケットかな、多分。いやー、チャイカは結構ね、対地の攻撃性能も高いんだよなー。これズルですね。あ、ミサイルないと対空はきついですね。まあ、落ちる心配もなさそうだし、勝ったかな。まあ、アサルトが花のように広がるから、弾幕シューティングのように広がるから綺麗ですね。殲滅しちゃってほしい。引っかかった。引っかかった。あ、出た。頭なくなっちゃったか。最後、静かな戦いになって、コーチング3チーム、体力勝ち。はい。次いきます。3。2、1、はい。はい。これ、ロケット当たる可能性ありますよ。ロケットありますかね。風に飛んでますからね。結構当たんないですね。あ、なんか、当たった。当たりましたね。当たりましたね。あとは、地雷をふんだんに。地雷置き終わりましたね。あ、まだちょっとあった。ここはワンチャンじゃないの？
あ、ワンチャンないのか。さっきビームでワンチャンなかったからな。ないですね。逃げますかね。誰も修復、3番機が修復を1本使ってるぐらいか。修復2本以上のダメージは、カラカラが当たってる音がやたらする。パイン、パイン、パイン。もう言うことがないですね。もう離れすぎてて弾さえ打たないっていうね。打たない。あ、やっと花のような弾の奇跡が200発ぐらい残ってる弾。いやー、しかしユースト班は今回結構勝ってますからね。あのね、配信主より勝ってますからね。いや、勝ってないでしょ。ただ気になるのがね、ユースト班ね、チップを置き切ってないんですよ、あれ。え、まだ 60% の力しか出してないってこと。そうそう。ルビリフナチームが勝ち。はい。次いきます。3、2、1。はい。はい。アフさんチームのつっかけと、アビスパ。1、2、3、4。そうですね。アビスパが、つっかけが、お、空に向かってロケット撃ってるぞ。よしよし。あと10発ぐらいある。これでもどういうロジックでロケット撃ってるんですかね。ちょっとわかんないですけど。結構撃ったり撃たなかったりする。サイコロじゃないですか、サイコロ。サイコロかな。サイコロの欲しいままにしてるっていう定評がある、ユーストさんとしては。なるほど。可能性ある。これは当たらない、臭いな。あー、倒しきったね。倒しきりましたね。あんまりね、あら、すっげえ当たってる。やっぱかわいそうな方で当たるじゃないですか、これ。うん。真っ赤っかだわ。え、なんなの？こんなんなんの？これ。おかしいでしょ。なる。アフラさん、チームの勝ち。はい。これやばいですね、ここ。続きます。3、はい、2、1。はい。はい。桜さんチーム、ゲイザー。と、森さんチーム、ダンコフ。これは、売り切れるのかな。一人に集中すれば。え、こいつ18持ってんの？ソニック。すげえ。20でしょ。え、そんな、あ、マジ？うん。そんな持ってんだ。でももう、切れますね。あ、切れるな。切れますね。あ、でも、なんか3人固まってるせいで味方のソニックで消せますね。そうそう。こういう作戦あるんだ。しかも近いし、近くて当たんねえし、もうこれじゃ。近い。君たち。なんなのこれ。あ、でもこれ、変に倒したと自爆するよ。あ、なんでこれ、なんでこれ接近戦なの。あ、ちょっと離れてからミサイルが当たった。あ、なんか、ねえ。あと5発ある。あ、ありますね。当たっちゃうな、これ。しかもビームもふんだんに食らってるところ。なんかよくわかんない戦い。やたら近いときあるのは何なのこれ。これはか、壁のロジックがちょっと合っちゃったみたいな。相性合っちゃったみたいなところですね。近い、君たち近いよ。近い、近い。え、なんなのこれ。どうしよう。近い。もうね、近すぎてね。うまいことね、ミサイルあるうちはね、近くてよかったんですけどね。ダークコーヒーも近すぎてびっくりして撃たないですよ。これはいいな。これはね、これベストバウト。ありますね。渋滞してるもん、これだって通り。渋滞してるもん。すごい、もう付き合ってるもんね。エネルギーが来ますね。あ、そこでダークコーヒーのエネルギーが切れようとしてる。いや、これどうなんだ、ワンチャンあるのかな。変に倒しちゃうと自爆しちゃうしみたいな、大丈夫。え、これどうだ、どうなんでしょうか。これはね、どう、あー、森田チームとアルコフィンが残りましたね。残りましたね。
続きます。ちょっと、ね、放送禁止入るとこだった。はい。3、2、1、はい。もう終わったからね、もう夏休み終わりですよ。子供も。初めの放送だ。夏休みとかも、早く終われとしか、あ、でも終われとね、子供がね、朝ね、通学してきてめんどくさいからね。臭いか。もうずっと夏休みもいいぐらいですね。あんまね、自分の夏休みじゃないとわかんないけど、うん、夏休み終わりとかいうのがもうなんかね、面白いですね。かわしてるかわしてる。くるーって。ゲーダーかわいいな。え、なってちむさんもう飛行逃げたでしょ。逃げでしょ。逃げの飛行でしょ。違う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 。完全な。もう逃げた結果の飛行なんだから。ゲーダー頑張ってるな。歩いて。ゲーザーほんとかっこいいな。結構紛れてる。配置が紛れるから、ペチペチは当たりますね。ロケットあるから、事故あるっちゃあるんだけど。あるっちゃある。僕がね、ロボット研究所で所長をしてて、うん、で研究員がこのゲイザーの設計書を上げてきたら首にしますけどね、家庭の上に家庭の話を感じてよくわかんないけど、まあそうなんですかね。今思った、そういうふうに。いやでも、ジャンプできますよ。あ、できるんでしたっけ、これ、この人。車輪のくせにジャンプできるっていう。あれ、できるでしょ、きっと。多分できたと思う。という間にね。もうクライマックスに近づきますね。近づいてますね。モロハの剣の最後の10秒が来た。さあ来た。事故はないのか。ロケット事故はないのか。ロケット事故なかったっぽいですね。ないか、はい、桜さんレーザーが逃げ切りますね。作戦ハマってるわ、うん、続きます。3、はい、2、1、はい。これは、ああ、これ、ショット、当たるんでしょうか？これどうなんだろう。お、ソニックを使わせて、の、ソニック使わせが効いてて、1番くんもソニックが亡くなりました、ね。ちょっと最後ミサイル食らいましたね。そうですね。で、フライドの、嫌いはちゃんと避けるんでしょうか？ていうかね、フライド自体がある程度近づかないと、うん、あ、そうそう、打たないんで、近づいて2秒経ってれば、2秒経ってて、敵が60メートル以内にいれば、地雷を打つ、みたいな。結構決まった道しか動かないから、地雷があると、必然的にその上をまた通ってしまう。そうですね。ただ打たないと思うんですよ、地雷を。ですね。あんまり打たないですね。うん。3番の子がある程度迷走してるから、ここアンチあるんじゃないのかな。この端っこの障害物で捕まってるなぁ。最後、ショットで削られる可能性があるから。ちょっとあれだなぁ。レイザーって上まで撃てるんですかね。そんなに撃てなかったような気がする。ただショットだからね、広がるからね。あ、消した。地雷はね、うん、消せないのは1番の子だけですね。1番の子に地雷が入れば、多分相当減る。飛び上がったけど、後に地雷撃たないな、これ、多分。ですね、追いつけませんね。うん。2番を追いかけてる感じ、ね。この子に近づかないと撃てないんだ。あ、でも最後近づいてくるんじゃないの。あ、最後偉いことになるってこと。そう言われてみりゃ。残り10秒。そうするとこれ時間制限で巻くのがちょっと、あ、来た。来たよ。そうか、そうか、時間制限で持ったらあれか。あー、チャイが食らったな。え、どうなったこれ。うわ、負けた。え、最後当たったの小坂さんチームが。チャイカはね、うん、なるほど。安定勝ちになりましたね。はい。続きます。はい、3、2、1、はい。はい。ビルさんチームのプリスト。これも同じ形になるんじゃないかな。あ、今。地雷を消されるでしょう。
これ同じ展開ですよ、多分。まあ、このソニック以上に地雷があるってこともないでしょうね。そうそう。ああ、まだ打ち切れないんだ、やっぱ追いつかなくて。そうそう。お互いに修復2本だから、ゲイザーの方に分がありますね、最後の10秒も。最後ショットが当たるんですか？当たる当たる。今当たってたわ。マジですか。うん、しかもほら、遠くから来るじゃない。真上に飛行がいる状態から最後の10秒が始まるんじゃなくて。ちょっと残り何十秒か、つめさんの軽妙なトークで繋いでください。いやちょっと 3DSLL が欲しいんですよそんな話3DSLL とね、感動セットが欲しいんですよ。うん、いやまあそれはもう全然ね、いい大人なんで普通にお金出して買ってくれればいいと思いますよ。毎日ね、ほんと買うかもしれないしね。いや欲しいのか。カルネージの肉主大会から今日2人ぐらい来てるんで。いやなんかほら、掲示板に書いてあったでしょ。ミクシ大会にアップしたやつですみたいな。だからミクシのアカウント持ってないんですよね、俺はね。結構やってんすかね。まあ、ちらっと見る気はするけど、地雷源をね、通ってもね。ミクシ VS ピアキャスはあり得るでしょ。ありますか。これ10分来ましたよ、最後の。サラリーマン対のライヌみたいな。当たってるこれ。当たってる当たってないっぽいな。あれ？ドロー。あ、ドローだ、これ。ドローゲーム。このドローは大きいよ。来ましたね。続きます。3、2、1。はい。アフさんチームのきっかけと、アビスパ。さあ、これは。アビちゃんは追いつけないんですよね、きっと。多分。アビちゃんは修復ないんだっけ？ないな。これね、僕に土つけたんだから、他の飛行にもつけといてもらわないと。あれ止まったぞ。なんだ。あれ、ゲームの動きはおかしい。サービスでしょ、これ。サービスか。サービスタイム。さあ、最後の10秒かな。何？切れた？ちょっとわかんないですね。いや、わかんないですね。うん。いろいろ意味があって。あれか？ユーストリーム的なものがってことかな？ユーストリームが切ったのか？それも、ユーストーンが早急に仕事をしてくれないと。寝てるって言わないのかな、それ。もしくは、ピアキャスト絶賛配信中なんで、そっちに切り替えるか。また切れた。うわ、マジで？今ちょうどね、あんまり見ても楽しくないとこなんでね。そうそう。ぜひね、ユースターンが復旧してくれるとね、残り10秒で復旧してくれると大丈夫ですね。してくれるとね。なんでこうぐるぐる回っちゃうかな？なぜか3人、6人近いなぁ。さあ、これ、どうなるんでしょうか。もう少しで。誰見てりゃいいんだ、これ。ハルマゲドンが始まる。誰見てりゃいいんですかね。月影あたりが見やすいかもしれない。あ、来たよ。あ、月影がちょっと食らっている。ただ、アミスパの攻撃も入ってますね。どうなったこれ。うわ、ドローだ。ああ、これでも回復しきったんだ、こいつら。